亀井翔一郎函館市元町に立つ生誕地の日、亀井翔一郎2月6日から1966年11月14日は、昭和期の文芸評論家、日本芸術院会員。はじめ左翼的政治運動に参加したが、後転校し、仏教思想に関心を深め、文芸評論、文明批評で活躍。函館貯蓄銀行支配人の父、木一郎、母。 宮野長男として、北海道函館区元町で生まれる。旧制函館中学校から、旧制山形高等学校を経て、1926年に、東京帝国大学文学部美学科に入学。1927年には、新人会会員となりマルクス・レーニンに傾倒し、大森義太郎の指導を受ける。社会文芸研究会、共産主義青年同盟に加わり、 翌1928年には退学。同年4月20日には治安維持法違反の疑いにより札幌で逮捕され市ヶ谷刑務所と豊玉刑務所に投獄され、1930年10月1日に天候上申書を提出し、10月7日に保釈される。その後、1933年12月、懲役2年の判決を受けた。この間、百三十二年には、 プロレタリア作家同盟に属すが、翌年には解散。以後、同人雑誌、現実、日本ドマンパを創刊し、評論を発表する。1934年、最初の評論集、典型機の文学を刊行。1937年には、人間教育を刊行。同年、武者の工事さねやつとかを合わせる。1938年、 人間教育が評価され菊池博より池谷賞を受ける。同年の日本ロマンパ配管後は文学界同人となり、囲碁同士に多く連載した。この頃に太宰治と親密になる。同じ時期に大和寺期校を行い、古代中世の日本仏教との出会いにより、海岸、聖徳大使、親鸞の教義を進行し、その人間原理に根ざした宗教論、美術論、 文明、歴史論、文学論の著作の多くを連載出版した。1942年に日本文学報告会評論部会幹事となった。1945年8月、第二国民兵として3日間軍事協連を受け、その3日目に敗戦の方を聞いた。戦前、中は武者の工事さねやつの人生論を解説付きで出したが、 戦後昭和30年代に再びこれを再刊し、重版した。自身の人生論、恋愛論の類もベストセラーで、複数の版元で多く重版された。審判再刊も多かった。1959年より文学界にライフワークとして日本人の精神史研究を連載開始した。1964年に日本芸術院賞受賞。 1965年に日本人の精神試研究等で菊池博士賞を受賞芸術委員会員に選ばれる。1966年食道癌が,が胃肝臓に転移し東京築地癌センターで死去。日本人のは全六巻予定だったが五巻目の半ばで中絶した。改名は長商院、さっきよしえこじ。 1969年より文芸評論を対象した文学賞として亀井章一郎賞が設けられたが14回で休止した。亀池、親戚、一古代知識階級の形成1960、二王朝の宮道と色好み1962、三中世の聖史と宗教館1964、四室町芸術と民衆の心文芸春秋1966、 ありがとうございます。